K1 対抗戦、スーパーライト級田中裕樹 VS 斉藤光也。ライズエルドラド2024、本日の第7試合、ライズ K1 対抗戦の初戦です。ライズ代表田中裕樹、そして K1 代表斉藤光也の一戦です。ライズ K1 対抗戦、スーパーライト級3-3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー、185センチ、64.7キログラム、ウィラザテックフェアテックス箕輪所属、斉藤光也。まずは青コーナー、 K1 代表現在3連勝中、斉藤光也。赤コーナー、174センチ、64.9キログラム、ホークジム所属、ライズライト級10位、田中裕樹。現在ライズライト級10位、前の試合からスーパーライトに上げてきました田中裕樹です。この試合の放送席です。第4代ライズバンタム級王者宮城大輝さん、そしてライズスーパーフェザー級暫定王者和馬さん、さらには女優として活躍しています志田寧々さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは宮城さん、はい、いよいよライズ K1 対抗戦始まりますね。いや、始まりましたね。やっぱちょっと雰囲気変わりますね。そうですね、ピッとするような、はい、そうですね、いい緊張感が出てきました。そして和馬さん、やはりこの対抗戦初戦ですから大事ですよね。そうですね、初戦でどう流れが来るのかっていうのも影響ありますし、まあ、相手の高野選手すごい身長がでかいですよね。パッと見ても身長差ありそうなんで気になるところですね、はい、そして志田さん、いよいよ今年も対抗戦、はい、両団体がぶつかり合うという試合ですね。より盛り上がりますよね。さあ、第1ラウンドが始まりました。ライズ K1 対抗戦のまず初戦です。赤いグローブがライズ代表の田中裕樹、そして青いグローブが K1 代表の斉藤光也です。この光也選手はいつも遠い距離で戦うタイプで、裕樹選手がプレスですね、前に出てパンチだったり膝だったりとかっていうのを繰り出す選手なんで、はい、前に出るか下がって自分の距離で戦うかっていう戦いになると思います。確かに和馬さん、185センチの斉藤、それから田中が174センチというところで身長差ありますね。そうですね、光也選手は蹴りで主体で作っていくと思うんで、裕樹選手はどれだけその蹴りをかいくぐってパンチ打てるかというところが勝負になると思います。宮城さん、このあたりの身長差ってどうですか。はい、そうですね、やっぱり蹴りが得意な選手はやっぱ身長差があった方がやりやすいと思いますね。やっぱこう身長低い方は蹴られるとやりづらく入りづらくなるんで、はい、ですからこの田中としてはどれだけ中に入ることができるか、このあたりも重要になってきますね。そうですね、はい、ラウンド始まって序盤で左ミドルキック小谷選手が打ってたんですけど、はい、それを結構打たれすぎると田中裕樹選手がちょっとやりづらいかなと思いますね。青コーナーの斉藤光也はスイッチもするという中で、この長身から前蹴りの顔面に届いていきます。光也選手ってロープを背負うじゃないですか、あそこから懐深いんですよ。しっかりロープを背負って、はい、で頭下げるんですよね。なんで届かないんですよ、意外と背負ってても。そうなんですか。でそこからパンチのストレートの連打打ったりとかしてくるんで、おお、いや、何か少しスローモーションのような宮城さん、はい、展開になりましたけど、いや、もう蹴りがすごい餌になってて、いいストレート入りましたね。第1ラウンドからいきなりダウンシートが生まれました。そのまま斉藤の前にどんどん出ていく。勝機が結城選手、焦らない方がいいですよ、ここ。そうですね、ちょっと遠いですね。あ、遠いですか。ガード固めてあのままロールいいと思います。まだまだ序盤なんで、はい、この1ラウンドは捨ててもいいぐらいですよ。いや、志田さん、いきなりダウンシーンが生まれましたね。そうですね、試合早々さあ、まま前に出ていきます、斉藤、はい、この辺りでダウンを奪われた田中としてはダメージはどうかというと、カズマさん、その辺りどうですか。いや、ありますよ、あります、あります。ありますか、はい、動きが鈍くなってるんで、ええ、ただここから強いんですよね、こうやって背負ってても全然苦にしないんで、はいはい、あー、ダウンを奪われた。ダウンを打ち上げていきました。あれで一瞬動き止まりましたね、はい、いや、勝野さん、分かんない展開になってましたね。分かんないです。また顔面だ。前に出ていく田中裕樹、そして田中裕樹に打ち上げる。さあ、コーナーに入ったのが左スク、ダウン。第1ラウンドからダウンシーンとして3回目。
ボディがやっぱ分岐点になりましたね。ボディが分岐点になりましたね。これが対抗戦ですね。いいっすね。白熱してますね。波乱の第1ラウンドということになりました。いや改めて宮城さん、第1ラウンドいかがですか。いやでもお互いやっぱボディが良かったですね、はい、あの斎藤選手もこう膝このですね、ミドルキックから膝、はい、であの下吹っ飛きながら上狙ったりとか、はい、あで田中幸選手もごめんなさい、右ストレートからあの上に行く、良かったですね。上下の内訳ですね、はい、いやカズマさん、すごいダウンの応酬になりましたね。ただですよ、お互い攻撃力あるんで、もっともっと丁寧に作っていっていいと思いますよ。これでギャンブルしない方がいいです、結城選手は。あ、そうですか。行って倒してしまえって言ってもらうこともあるんで、もっと落ち着いて落ち着いて ボディ固めて、動き止めてから確実に仕留めていかないと危ないです。これ行けばリスクももちろんあるっていうことですからね。もちろんあります。攻撃力ありますから、もう対抗戦で言ったら、はい、まあ見てる方は楽しいですけど、見てる方は楽しい感じになってきます。お客さんだったら行け行けですよいや志田さん、たまんないですね。たまんないですね。こうお互いの距離感でやっぱ戦ってますよね。さあ第2ラウンドに入ってきました。果たしてどういう展開になってくるのか。ハーフもいいですね、田中選手の。ハーフを蹴っていくのは田中幸です。あっ、ここでまた膝が入った。あのストレートがすごいですよ、小谷選手。おーしゅーしゅー。さあ赤コーナーに近くだ。ダウンを取られた田中。小谷選手のストレートの連打が楽しいんですよ。ちょっとギャンブルしてますね、してますね。第2ラウンド、先にダウンを取られたのは田中。いや、ボディから行った方がいい。そうですね。いや、田中としてはボディから上下に打ち分けてダウン取りましたからね。もっと丁寧に、対抗戦で負けられないですからね。第1K1 対抗戦、初戦になっている斉藤光也対田中幸の一戦。また、ボディ第2ラウンドで先にダウンを取られた田中。斉藤光也としてはこの後ろに下がりながら戦い、加藤さん、これが結構不利ではないってことですかね。いつもの状態なんで、あれ不利じゃないんですよ、逆に引き込んでストレート当てに行くんで、いつものパターンが倒しに行ってるんで。さあ、加藤さん、これです、これが強烈。ラッシュ、斉藤がラッシュに行く。ここでダウン、田中幸喜。なんという試合、第2ラウンド。いやもう、カズマさんが言ったみたいに、ギャンブルしなくていいのに。いやこの辺りはね、もう本人にしてわからない部分だと思いますけれども、本当にあの周りから見ているこのセコンド、それからまあ選手たちの中でどういう風にコミュニケーションっていう部分もね、はい、やっぱ選手は熱くなっちゃうんですよね、はい、やってる本人は、もうちょっとで倒せるみたいな、だからそこをコントロールできるようにならないとやっぱ今後ダメだなと思いますね。でも本当に面白い試合でしたよ、すごいです。いや志田さん、はい、第2ラウンドも白熱の展開、打ち合いになりましたがいかがでした。もう1ラウンド目からもう波乱の展開で、もうダウンの取り合いっていうか、まさに戦いって感じでしたね。第1ラウンドも見て、第2ラウンドもこうなるんだろうなっていうのはちょっと感じましたよね。感じましたね、結構慎重に見合うのかなっていう隙もなく最初から打ち合いでしたね。いやただ本当に宮城さん、真っ向勝負、これは本当に恐ろしい展開になっていきますよね。いやまあそうですね、まあ K1 のファンをかっさらいたかったのかなと思いますね、まあ、田中選手は。もう当然カズマさん、お互いにその個人の戦いだけではなく団体を背負ってのこの対抗戦の初戦という意味合いですからね。そうですね、お互い負けられない戦いで、まあでも高野選手はあっぱれですよ、まあ、敵地でこれだけのパフォーマンスを出して倒すっていうのは。そうですね、さあ勝利しました対抗戦屋のコメントを聞きましょう。ライブの皆さん、こんにちは、 K-1 の斉藤高野です。ライズで対抗戦10試合あって第1試合目だったんでね、なんか判定いってね、普通の試合しても絶対インパクト残んないと思ったんで、
田中選手とねこういうバチバチの打ち合いできて本当に良かったです。田中選手ありがとうございました。もうね脳揺れてあんま覚えてないんですけど、まあ対抗戦 K1 1勝目、今日あと4試合あるんですけど4試合全部 K1 がいただけます。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。さあまだ始まったばかりのライズ K1 対抗戦、いや宮さん脳が揺れますよね。そりゃね、いや斉藤選手だって1ラウンドに2回ダウンしますからね。そういうことですよね、はい、それをもう全くあの忘れさせてくれた2ラウンド目が始まりましたもんね、はい、いやカズマさん、はい、初戦からこれだとこの後どうなっちゃうのかっていうのが大変ですね。いやもう心が落ち着かないですよ。はい、じゃあ下さんこれ以上どんな戦いになるのか楽しみですね。楽しみです。はい、まずはライズ K1 対抗戦斉藤浩